まずはじめに私のコロナ感染により万全な状態で動画投稿できるまで時間を要してしまい申し訳ありませんでした実はコロナ陰性になってからも長期間体力的にも精神的にも悩まされておりましたのでこれだけ時間がかかってしまいました申し訳ございませんでした 時間が経ちすぎて、今更にはなりますが、説明責任は果たさないといけないと思ったため、この配信では、復帰から APEX 大会の流れについての説明と、謝罪と、そして今後の活動についてもお話しさせていただきたいと思っております。これから話すことは、相手方に、 ご迷惑にならないようにできるだけ感情論はなしにして端的に説明させていただきます名前が出る配信者には許可をいただいておりますそれでは説明をさせていただきますまず11月1日 YouTube の 活動再開に向けてさまざまな準備を進めていましたそして次の日11月2日ずずさんから DM で11月12日開催の APEX の大会に誘われました私はその時は活動を再開している 見込みはあったので参加する旨を伝えましたそれから1週間の間この期間は自分の気持ちの整理復帰の準備などをしていましたこの期間中に一度体調を崩してしまったためもっと前のタイミングで復帰する気持ちでいましたが復帰のタイミングが遅れてしまいました そして、エーペックス大会の前々日、11月10日、体調が安定してきたため、ツイッターにて復帰のツイートをさせていただきました。そして次の日、11月11日、夜に、えー、中野地ちとしてソロ配信を。 開始しましまた配信の内容は改めて3か月も自粛していたことに対しての謝罪と今後の活動についてなどの、えー、お話をさせていただきましたソロ配信が終わった直後詩人さんとお話をするコラボがありましたこれは詩人さんから誘ってくださいました 配信の内容は視聴者さんが思っていることや聞きたいことなどを詩人さんが代弁して話してくださいましたその件に関しましてはお忙しいのにわざわざ時間を割いていただき本当に詩人さんには感謝しております本当にありがとうございましたそして 次の日、11月12日、私は詩人さんにエーペックス大会について相談をしました。理由としましては、前日の詩人さんとのお話しした配信で、詩人さんからいただいた言葉などを聞いたその翌日に、 大会に参加することは詩人さんや聞いてくれていた視聴者さんを裏切ってしまう形になると思ったからです詩人さんと話し合った結果大会を辞退したら主催の方を含めそれもまた他の人に迷惑をかけることになるということで話は終わり最終判断は 私とズズさんで決める運びとなりましたそして大会の1時間前くらいに大会のチームメンバーであるズズさん、お主さんと合流しましたズズさんに相談をしたところズズさんはとても 悩まれている様子では,様子ではありました大会の時間も迫っていたためなんとか乗り切ろうという気持ちで配信が始まりましたエーペックス大会の配信中はエーペックスだけを楽しむことに専念しましたが体調を崩してしまい コロナ陽性となってしまいましたそれから数日間皆様からのご意見等をたくさんいただきました私自身今思えば大会に誘われた時に断る勇気も必要だと感じました一緒に出てくれたズ,ズさんとおじさん 大会運営の方々にご負担をおかけしたこと、大変申し訳なく思っております。本当に申しし訳ございませんでしたそして、Apex というゲームは、正体陰徳系ゲームではありませんが、大会であったということで、 ゴースティングが可能な状況下であったため不快な思いをさせてしまった方はいたと思います申し訳ございませんでしたそして何より私が大会に参加したことによりアモアス界隈まで巻き込んでしまったことに関しましても 合わせてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。今後はこのようなことが起きないよう。正体陰徳系ゲームだけではなく。ゴースティングが可能な状況になってしまうようなゲームも。 変えていきたいと思っておりますそして配信者との配信上でのコラボもしばらく自粛をさせていただきます中野地の活動に関しましては身体精神的にまだ安定しないため引き続き YouTube 活動は 自粛させていただきます1月中には活動再開できればとは思っております応援をしていただいている皆様にはまた待たせてしまうような形になってしまい本当に申し訳なく思っております誠に申し訳ございません 自粛期間中はしっかり前を向いて活動ができるための期間にできるように過ごしていきたいと思います来年から新しい中野地をお見せできるように心機一転頑張ってまいりますので今後もよろしくお願いします